はい、えー、皆さんこんにちは、えー、レック専任講師の荒川修一です、えー、今日はあのこの動画で少しちょっと私がねあの担当する新しい講座っていうのがありまして今回新講座なんですけれどもちょっとそのご説明を、えー、させていただこうと思いますまあ短い時間でご説明しますのでまああのこの動画見ていただくだけでもね少しこう皆さんの中で気づきになるようなお話もさせていただこうと思ってますのでまあぜひね、えー 目と耳をちょっとお時間貸していただいて、えー、お付き合いいただければと思いますよろしくお願いしますはい、えー、ということでねちょっと最近私あのー、よくこんなお話を聞くんです受験生の皆様から最近よく聞くお悩みということでもう一生懸命記述対策をしてるんですけどどうしても回答時間が足りなくてこう点数が伸びないんだっていう方が なんかね最近ちょっとまたた増えてきたかなって感じがするんですなのでまあ確かにそれで皆さんも工夫をされていてなるべく文字数少なくとか答案構成も最小限にするあるいはやらないっていうような形で対策をなさっていると思うんですけどもなんかこれだけ皆さんがお悩みになるっていうことはなんか他の要素あるんじゃないかなっていうので少し私もあの周りのスタッフの方々とちょっとうーんって悩んでいたわけです。そして それで考えてみたのが仮説ですけれども例えば問題の分量が増えたから読むのが大変で辛くなったのかなっていうふうに思ったんですがこちら、まあ、あの令和2年直近の本試験だと、まあ、ページ数ですけどね不動産登記が13ページ商業登記が18ページなんですけどもじゃあ5年前の平成28年の時点でどうだったかっていうと 不動産登記が18ページ、商業登記が14ページ、あんまり変わらないですね。もうちょっと前、平成26年、まあこの辺りぐらいまでしか僕がデータを持っていなかったんで、この頃だと不動産登記15、商業登記13ということで、トータルのページ数はあんまり変わってないので、絶対的な読む分量が増えたわけでもないのかなっていう気がしてます。ただ、皆さんがおっしゃる通りで、基準点ベースで見ると、 平成まあ、例えば令和1年令和元年度だと32.5点が基準点、まあ、その年4年前かな平成28年だと30.5なんですけど平成21年だとやっぱり41点基準点が取れてて平成26年までは比較的高めの基準点が出てたのでやっぱりちょっと皆さんが苦戦する傾向が基準点には出てんだろうなと思います。なので 問題の分量が増えたわけじゃないのかなということで次考えたのがじゃあ出題傾向変わっっちゃったのかなという話ですなのでちょっとここねあのよいしょ、えー、令和2年の本試験問題改めてちょっと見てみたんですけれども、まあ、これ皆さんもね当然ご存知の情報だと思いますが例えば36問不動産登記法なんですけれども事実関係の中に例えば3番目。 遺言書が入った封筒を発見しました火災に提出して県民の請求をしましたそして火災は期日をいついつ10月30日と指定して裁判所書記官は C と D に対して当該県民の期日を通知したなんでたまたま書いてあるんですけどこれ当期に全然関係ない事実なんですよね。 ちょあとはその後にも、まあ、その兼任の日にどういう形で兼任されたとかその後6番目のとこなんかだと、まああのね、銀行を訪れて窓口に相談したんですそして司法書士のとこに相談しに行こうとしたんですなんてことが書いてある。 まあちょっとね登記に関係ないような事実があら意外と入ってるなっていうのが私の正直な印象でした。で次商業登記もどうなのっていうので見てみたら商業まあそれ自体それだけではないのかもしれないですけども例えば、まあ、これ皆さん知っている有名な話かもしれないですけど別紙の位置でよくく見てくださいね取締役 C が令和2年2月18日に就任したっても登記されているんですけれども。 あと定がいいっっぱいあってここだ、ね、令和2年2月18日の議事録が示されて取締役として C を選びましたつまりもう登記されているものがあえて議事録でで提示されたりちょっとしているんですよねなので今までどっちかというと予備校等ではこうストレートに解、えー、くべき論点事実関係だけをこうまあ絞ってというかね登記に関係する事実だけ絞ってそれも 登記ででききるかかかないかとかねどういう登記になるかっていうのを中心に出してたんですけどもなんかどうもちょっと最近特にやっぱり傾向違ってて読む読まなきゃいけないこれいるのかないらないのかなどうなのかなっていうのを検討する必要が出ちゃってて、えー、ちょっとね苦労してんじゃないかっていう仮説を私の方で立てました。なななののののでででちちょょっっっっととこの出題傾向が変わったのかなっててていいいうつもりでちょっと聞いてみてくださいねなので まあ改めて「記述対策基本どうするの?」ってなるとまあよく私が見せるピラミッドなんですけれども読み取って判断してでその後ひな型に当てはめて答えを出すっていうふうにやるんですけどもまあ皆さんがよく気にするひな型ってこんな上の方でその手前の判断っていうのもあるんですけれどもこの事実関係をしっかり読むそれも正確に 把握してかつスピーディーに読まないとつまり今まではただ早くインプットシューって情報を取れるかっていうことばっかり気にしてたんだけどそこにいらないというかちょっとこれはいらないこれは今回検討しなくていいって避けなきゃいけないものが入ってるからよりしっかり事実関係を把握必要な事実関係を読み取るっていう必要性がねちょっと上がってきたんじゃないかなというふうに感じてます。 でですので、まあ、ちょっとそれで皆さんに対してご提供したいなあと思っているのが「講座タイトル」こんな長い、まあ、令和2年度ってのはいいんですけども本試験傾向を踏まえた問題を数多く解く講座まさに言いたいことをもうそのまんまタイトルにしたような講座っていうのをちょっとご用意させていただきました。まあ、基本的には不動産投票4問 商業登記法4問ということで、えー、問題を提供してあと答えとかをつけておくのでまずそれを解いてもらって解説を聞いていただくっていうスタイルなんですけれども、まあ、特徴的なのが、まあ、今本試験で特に私が仮説を立てているおそらくそうだろうと思ってますけれどもその読む,読むためのに邪魔になる情報登記につながらないあるいはもう登記されているような情報を あんまり今までの予備校レックとかのねもしでもあえて入れてないんですけどもこれを入れる形で皆さんに、まあ、ちょっとハードルを上げるっていうかちょっとコーチトレーニングをしていただくようなので、まあ、ポイントの1番目っていうのは今お話ししたノイズ。 この邪魔な、ねえー、情報を入れていって、まあ、今までどっちかというときれいに舗装してこの舗装した一本道をこうやって皆さんきれいに歩いていってくださいねっていう形で問題も提供してたんですけれどもちょっと本試験がリアルな風な形に最近近づけてきていることからすると、まあ、ちょっと舗装されてないあぜ道みたいなところを、ね、通っていただくような形でちょっとあえてこう読みにくくしたり読みにくくしたり いいらない情報を入れたりっていうことで皆さんのこう読み取り能力を強制的に上げていただこうかななんて思ってますのでまあ普通の問題にあえて「いらない」とい言い方したらわかると思うんですけど意図的にそういう情報を入れているので読み取りのトレーニングができると思いますそして2つ目ですけれどもね今解いておきたい事例を厳選ということで。 まあ基本的にはレックが出した過去皆さんに見ていただいた問題の中からまあこの論点結構いい組み合わせだねもう一回見といてもいいなっていうのを私チョイスしてそれにさっき説明したノイズねいろんないらない情報をくっつけてったりして。 ちょっとあの食べ応えを悪くして、まあ、消化が悪いような状況にして皆さんに提供するので、まあ、普通に問題解いていただくだけでも論点の復習だったり新しい問題、まあ、そのにもを見るっていうことにもなるしかつちょっと読み応えがあるような状況にしてあるので非常に効果が高いと思っています。ね、この今解いいててておきたた問題をあえて選びましたそしそつ目ですけれども ここだわりの30分解説とということで最近私講義やらせていただくとなぜか30分の解説って多いんですけどもやっぱり記述式そんなに時間ってて割いいられななですよねなので講義としては30分で今言ったこのこの辺が読み解くためにちゃんと見て取捨選択しなきゃいけない情報なんだよっていうのを絞ってお伝えするあとは通常の論点もここちゃんともう一回復習しておいた方がいいよって論点をお伝えするのでぎゅっと絞って30分。 ままとめて皆さんに提供しますそして問題もやっぱり解いていただいた上で見てもらった方がいいので、えーね、問題検討の時間もいると思うんですがぎっちり答えまで書かなくてもいいので答案構成レベルでこんな感じの答えだよねっていうのをやった状態で聞いていただけば十分な形で進めるので大体問題解いていただくのに30分弱かな。なのでトータル 1問検討して解説聞いておうって思うまで1時間で終わるように設計しておきますので、まあ、皆さんね、こう時間を無駄に浪費するっていうこともないと思います。えー、ですので、以上3つのポイントを私あの自信持って提供できる講座ということで今ね、あの制作そして収録始めていますので、ぜひ皆さんの方でもこの動画を見ていただいてお気になるなと思ったらぜひその後ね問い合わせとしていただいて、私もこれで皆さんの読み取り能力ね、本試験にちょっと近い歯応えのある 問題文を用意することで皆さんのさらなる能力アップをね測っていただきたいと思って全力でやっていきますのであの皆さんと一緒にね、えー、進んでいけたらいいなと思っていますぜひご検討をよろしくお願いします以上ですね、えー、本試験本試験傾向を踏まえた問題を数多く解く講座ということで名前そのままやりたいことそのままの講座ですけれどものご紹介をさせていただきましたぜひよろしくご検討ください、えー、また引き続き頑張っていきましょう